プロジェクト K, クト K ポリチャキラーです。今回はですね、ガチ勝負連打祭り7打目でございます。いいでしょうか、そろそろ仕上げにかかってしまいましても、もう7打目ですから終わらせに行きましょう。今回ですね、まあ、しっかり当てに行きつつ、なおかつ当たればでかいところでしたり、まあ、当てに行くところはちゃんと絞って万張りしてしっかり爆勝ちしていく、そんな感じの、これ買っとけ当たるよねで当たったら爆勝ちだよねっていう、もうそんな、とにかく爆勝ちを目指します、そんな買い方でございます。どうもこれ買ったのって、3本目でございます。小島初日でございます。第2列でございます。6号艇唯一の A1 選手、2着固定でございます。1号艇3号艇からの6号艇、まあ坊主はないでしょう。夏が暑すぎますね皆様、ちょっと熱中症には気をつけて生きていきましょう。水を飲むときは冷えた水、冷たい水を飲みましょう。電気代高いですけども、エアコンをしっかりつけましょう。命の方が大事なので。はい、6号艇内側からいきますよ。はい、来た。ここを仕切った先頭、1号艇の向田裕樹、2番手、2番手から4号艇の三好、3番先に攻めた3号艇の松田、それ後方6号艇、2号艇、5号艇、16よ。まずは164を取っておく。36がベラボーに高いところでございましたが、16はそんなに高くありません。つまり来る可能性は十分にございます。まだまだここから2着にも這い上がってこれる、それが A1 選手というものなのです。さすがに1着までとは言いません。ここから1着まで這い上がってきてくれとは言いません。それはさすがに無謀な要求です。ただ2着にはこのようにして這い上がってこれるのです。ほら来た、ほら来るよ来た、頑張れ。次のターンできます、次でいきます。23点手前1本目から来ていただけるとしたら全然大丈夫なところ、23点手前十分高いところです。すごい、ほら狙ってる。一応6、一応6に行くところ、いや、いけますよこれ。これが A1 選手の実力なのです。2番手、それでも打ち踏ん張りました。二停止守って4号艇の三好、食らいついて6号艇野口、ちょうど最後の最後でいける、絶対いける。その状況、ラストコーナーの旋回と向かっていきます。さあ3番手が逆転なるか、アウトコースか6号艇野口、もう一丁攻めていく。さあ4号艇三好、3連単146、15.4 番です。先頭1番です。向かまだわからない。2着4番三好、3着の野口が合流、3番松田です。はい、第3レースです。もうね、36いっちゃいましょうよ、奇跡の36出ちゃいましょうよ。小島初日6号艇が外から、もうものすごい A1 選手のプレッシャー、 A1 選手のこの威圧感をもうビンビンに出していただきたいです。で、内側の選手たちがこうスタートをこのデコボコしていただきたいです。デコボコすれば何かが起こる。はい、これもまだ大丈夫です。3号艇1号艇と4号艇が大きく取れたら3号艇来ますから、この隙間を。6号艇来た、6号艇来たけども、16なら来た、来るよ、大丈夫。これはね、あれですね、16来た、頑張れ、待って、16よ、20倍台でも来た、もう来た、大丈夫。はい、来た、もう決まり、これ来た、大丈夫だよ、絶対大丈夫だよこれ。はい、来ました、はい、的中いただきました。坊主は免れました、もう坊主は免れました。トップ戦、内川証券6号手の足立、1号手の続き差し返す、クルッと汚染5号手の石原を切り込んでさばいてくる4号手の沢田、正面に折り返すも先頭リードは一定し、絞り込む6号手の足立、2番手食らいつく1号手の続き、3番手様5号手4号手進んで、その後方に3号手の島田、最後方2号手を打った、レースは西島黒川戦、24.2 倍でか、あー足立、一旦開いた1号手続き、ホームに帰ります、ちょっとふわっとした、先頭6号手の足立、2番手1号手続き、注目は3番手5号手の石原が2停止優勢、4番手続くは4号手の沢田、上田系目下のところ6、1、5、レースは3周目の1コーナー、3周1番から向こう島への先頭6号手の足立、2番手は1号手の続き、3番手5号手の石原、開いて飛び込んで4号手
ゼロ沢田キロ向こう締めに折り返すわ。3番手リードバッター5号テロ石原翼、上段系は615、ラストコーナーの旋回と向かって、マジっすか、ゼロ台後半道中さばいてトップ争い制しました。先頭6号艇の足立、2番手は1号艇の続き、3番手5号艇石原くるったこんです。マジっすか、上段系615、3連単オッチキン対シリーズです。初戦はセット、さあ2セット目です。3号艇からの1号艇4通りです。これはですね、どっちが来ます、もうこういうのはどっちが来ます、そういうものなのです。前走地平和島では準優勝の成績、まくり差し新ペラでの挑戦、6号艇の裏のまくり差しジャパン、まくり差しアンビシャスジャパン、6点のスタイルは3対3の枠なり、1番2番3番4番アンビシャスジャパン、スタートしました。5号艇を4号艇を抑えられるか、それが鍵となってきます。このレースの抑えさん、マクル1号艇応戦するのはサマダー、2艇センター打ち合いで差し込んでくる、2号艇の小野寺、4号艇小林、5号艇3号艇の高艇向こう上面でありますが、ここを仕切り成功、先頭1号艇のサマダー昭弘、さあ2番打線は一定修正、2号艇小野寺打ち合いで4号艇の小林、6号艇浦野、さらには3号艇5号艇一緒にマークの世界、サートは世上、6号艇浦野が行く、握った2号艇小野寺の攻め、写真展示点4号艇の小林と3号艇の山口さん、5号艇の西村勝、先頭は1号艇、まあ今回もラストの第10レース以降はイン逃げで抑えております。きっちりこの坊主防止、坊主という地獄までのこの道を塞ぐ、なんて言うんでしょう、わかりません、そういう感じです。とりあえず坊主はないようにしております。その1本でも当たれば、もうそれ1本だけでも当たればバックガチもありえます。つまりまだ余裕なんです。まだ余裕だから、これを取ってからのラスト第10レース以降1本2本取れれば全然ありえますでしょう。終わらせにいける可能性は常にございます。大丈夫、人気の中心1号艇深川和人の陰線となってスタート10秒前、第9レースは予選競争、小島初日コースから小島といえば3号艇、3番4番5番6番です。9レース、はい、ナイススタート、こういうのですよ。もう外枠勢がグイーンと来ないから大丈夫です。これであとはもう負けに3号艇藤田が攻めていく、点がついて5号艇負けに切った、キャー来るよ、来ますよ、絶対来ますよこれ、はい、来た大丈夫、絶対大丈夫、サイズパターン、これは絶対にサイズパターンだよ、6号艇小池、初戦はギアケースを変えてきての登場、5コース6コース回りとなったのは4号艇地元の前原と5号艇の吉永です。進入スタイルはスローが3艇ダッシュ3艇、人気を集める1号艇池田雄一の陰線です。第10レースは予選特勝、インコースから1番2番3番ダッシュ6番4番5番です。
スタートしました。スロー3艇、5スタートは1号艇、2号艇、3号艇、0台スタート決めた。1号艇、左、逃げ体勢、2号艇、エビサを刺す、3号艇の顔ずピーヤー、取れてくれてピーヤー。5号艇の前原、5号艇の吉永、向こう上面でありますが、さあ固まった、ギュッと固まっておりますが、踏ん張った先頭、1号艇の池田、平崎、どうでしょう。6号艇の小池、3番手の2号艇、3号艇、ラップ状態、一緒にマークの世界、相当正常でしょう。先取り、6号艇の小池、差し返す、1号艇の小池、狂った込んで、5号艇の吉永、先前も、刺して、刺して、刺して、2号艇の海老沢、3号艇、カート、4号艇、前原、ホームに帰っておりまして、1号艇、6号艇のトップの争いは、インコース、1号艇の池田、アウトコース、6号艇の小池、カードは大外から3着連帯でした、3番人気、4号艇の川原。5コース5号手のオーガータ、サイアウト6号手の上原です。進入スタイルは3対3の枠なり。現在もスリット金ホーム向かい風基調、風速は1メートル2メートル前後。第11レースは予選特選、Eコースから1番、2番、3番、4番、5番、6番です。いや、行けますでしょ。そうそうそう、2コースから0番でしょうか。あー、行きます。1勝1番、2コースから2号手の太郎、角から4号手の河原、マークヤス、あー、5号手の大村、近畿手の6号手の上原健二郎、向こう止めです。展開引いた窃盗、4号手の河原で2番手レースを作った2コースから2号手の太郎、3番手の6号手、5号手、外枠勢、その後方は1号手、3号手、時計らを通過、一緒にマークの世界、スタートは正常でした。トップ世界、4号手の川原、2番手、2号手の田野を狂った込んでる、6号手の上原を差し返す、5号手の岡田英二、1号手瀬野、4コース下げて角1が4号手の矢野、5コース5号手の秋元ともに前半から1号連帯、最アウト6号手の1号が来れば進入スタイル結果オーライですから、それで結果オーライです。枠なりです。現在スリット金ホーム向かそれで全てなかったことになります。それで下田ドリームインコースから全て番3番4番5番6番です。はい、ナイスで4号手ナイス、いけるよ、あ、来た、マットいけるよ、絶対いけるよ、これ1号角から出ていく、4号手矢野がまくる、5号艇の秋元まっくりやすい、元山だ、山口に行って6号艇の井内正太郎、向こう止めです。5号艇、5号艇の姿勢は角まくり成功か、4号艇の矢野、江崎どうでしょう、もう少しは5号艇の秋元、さらくアウトコース展開見せるか、6号艇の井内、一緒にマークの世界、相当正常、押せ込んだ4号艇矢野、一旦引いた5号艇の秋元、アウトコースから握り込んだ6号艇井内、ホームに帰ります。先頭リードを広げたか、4号艇の矢野レイシ、2番手5号艇の6号艇のラップ状態はインコース5号艇の秋元で、アウトコース6号艇の井内で、レースは2周目、上位の3名が完全に抜けました。先頭は4号艇の矢野、2番手5号艇の秋元が回る、差しに回って6号艇井内、向こう止めに折り返す、2番手の席どうだ、5号艇の高艇まだ続く、インコース6号艇の井内、アウトコースは2停止、踏ん張って5号艇の秋元、上位だけは4号6、サラ候補を水がいて1号艇山口、2号艇の足立、最高峰3号艇藤岡、レースは2周目は黒攻防戦。はーい、まあ、勝つ時もあれば負けることもあります。しょうがない。そこをうじうじしたって髪は生えてきませんから、うじうじじめじめしてたところでしょうがないです。前を向いて次勝ちに行くしかないんです。次回8打目です。よろしくお願いいたします。勝ちに行きます。では今回これで終わります。ありがとうございました。ありがとうございます。